n o ダ l i n e 愛、g o t m v 8000万回再生突破。ファンの熱意が彼らを新たなステージへ導く。感動の奇跡と1億回再生への挑戦に密着。平野翔宅での祝賀会に密着。No.1&LINE 愛のデビュー曲、ゴートが公開されてから、数多くのファンから愛され、その音楽が SNS やメディアを通じて広まっていきました。平野翔、ガンユータ、 神宮寺由太の3人が初めて一緒に作り上げたこの楽曲が、多くの人々に支持されることで、彼らにとってもファンにとってもかけがえのない作品となったのです。MV がついに8000万回再生という大台に到達しました。この成果を祝うために3人は平野の自宅に集まり、ささやかなお祝いを開きました。普段忙しいスケジュールに追われる彼らにとって、こうして顔を合わせること自体が貴重な時間ですが、 今回ばかりは特別な理由があったのです。それぞれが達成感と喜びを胸に、これまでの活動の苦労や思い出を語り合いながら、g o m v の再生を共に見つめました。この8000万回再生という数字は、単なる統計的な数値ではなく、ファンとナンバーアンダーライン愛の間に築かれた絆の象徴でもあります。SNS には、おめでとうの言葉があふれ、ファンたちはそれぞれの方法で喜びを分かち合いました。 数えきれない応援メッセージ、カウントダウンのように増えていく再生回数の記録、そしてトレンド入りのお祝いツイートが、彼らへの愛と応援の強さを如実に物語っています。このようなファンの情熱に支えられてこそ、彼らはここまで成長し続けてきたのだと、3人も感じていました。平野はその場で、この成果は自分たちだけではなく、ファンのみんなと一緒に作り上げたもの、と話し、岸も、 ここまで一緒に歩んできたファンのみんなに感謝の気持ちしかないと力強く語りました。神宮寺は SNS 上で日々の再生回数を確認しながら、ファンの応援が形となって現れることに感動し、涙ぐむ場面もあったといいます。彼らはファンとのつながりを再確認し、これからの目標についても気持ちを新たにしたようです。また、この成果に加え、ファンの間で、 年内1億回再生チャレンジへの意気込みも高まっており、彼らとファンの熱量がさらに高まっています。SNS 上ではファンが GO と MV をシェアし続け、拡散の輪が広がっている様子が見受けられます。ファンたちは8000万回達成したから、次は1億回を目指そうと言い合い、カウントダウンのように日々の再生回数をチェックしながら応援を続けています。これは単に再生回数を増やすための活動ではなく、 彼らの音楽が広く知れ渡り、さらに多くの人に愛されてほしいというファンの願いの表れです。平野たちも、年内に1億回再生を達成するための努力を惜しまず、SNS を通じてファンとの交流を続けながら、日々自分たちの活動を見直し、さらなる向上を目指しています。彼らはファンとのコミュニケーションを大切にし、ファンの声に耳を傾けることで、自身のパフォーマンスにも反映させています。 ファンとのつながりが何よりのモチベーションになっていると話し、日々の活動を通してその意識をさらに強めていると言います。また、神宮寺は応援してくれるファンの期待にいらえたいと日頃の練習にも一層力を入れているようです。こうして彼らが共に歩んでいく道のりは、決して平坦なものではありませんが、ファンの支えがあるからこそ、困難な時期も乗り越えていくことができるのだと彼らは感じています。ファンたちは 強盗という楽曲に込められた思いやメッセージを感じ取り、それを彼ら自身の人生に置き換え、共鳴しながら聴いているのでしょう。ナンンバーアンダーアダライン i の3人も、そのことを強く認識しながら、これからもファンの期待に依頼続けたいという思いを新たにしています。音楽を通して多くの人とつながり、それが一つのコミュニティとなり、大きな応援の力となって彼らに帰ってくるというこのサイクルが、 彼らにとってもファンにとっても大きな喜びであることは間違いありません。8000万回という数字を達成し、その後も再生数が日々伸び続ける中で、ナンバーアンダーライン愛の未来に対する期待がさらに高まっています。この瞬間を迎えるまでの道のりを振り返りつつ、彼らはさらに大きな目標に向かって歩み続けています。ファンたちの熱意とともに、ゴートという楽曲が持つ力が、 ここれからも多くの人々に伝わり続けることを願ってやみません平野、岸、神宮寺の3人は、この8000万回という大台に到達したことに大きな感謝と誇りを感じていますが、それ以上に、彼らの音楽がこれほど多くの人に届き、そのメッセージが共感され、愛されているという事実が心に響いているようです。ファン一人一人の再生回数に込められた思いが、 3人の情熱と努力に対する応援の証でもあり、その応援に報いるために、彼らもまたステージでさらなるパフォーマンスを見せることを誓っています。SNS での「g o t ア u n d e r l i n e 8 0ムビウスのトレンド入りは、ファンと彼らとの絆がどれほど深く、強いものであるかを改めて実感させる出来事でした。ファンたちが日々の忙しい生活の中で、彼らの MV を再生し、応援メッセージを送る姿は、 まさに愛そのものであり、彼らにとって何よりも心強い支えです。そして、ファン同士もこの強盗を通じてつながり、応援の輪を広げています。時には新しいファンを歓迎し、一緒に盛り上がりながら目標を達成していく様子は、まるで大きな家族のようです。さらに、ファンたちはこの楽曲の歌詞やビジュアルにも深い共感を寄せています。強盗に込められたテーマや彼らの生きように触れ、 それをを励みにして日々を過ごすファンも少なくありません特に「これが俺のアンサー」という歌詞が象徴するように彼らが自分自身を信じ進むべき道を見つけ出す姿がファンにとってのインスピレーションとなり彼らの生き方に影響を与えていますどんなに困難な状況でも自分を信じて前に進むことの大切さを教えてくれるこの楽曲はファンにとっての支えとなっておりそうしたメッセージが多くの人に響いていることが 再生回数といいう形でで現れているのですもちろん、彼らにとってもこの8000万回という記録はゴールではなく、新たなスタートです。年内1億回再生という挑戦に向けて、メンバーはそれぞれが自分の役割を果たし、さらなる努力を続けています。騎士は新しいダンスパフォーマンスを磨き、ファンに一層の感動を届ける準備をしているそうです。また 平野は音楽制作に対する情熱をさらに燃やし、次の楽曲にもより深い思いを込めたいと考えているようです。神宮寺はファンとの交流を通じて、彼らの声に耳を傾けながら、ファンが求めているものをしっかりと理解し、それを形にするために努力を続けています。これからもナンバーアンダーライン愛とファンは、互いに支え合いながら成長していくことでしょう。彼らが新しい挑戦に向かうたびに、 ファンたたちもまたそのの歩みに寄り添い、応援し続けるのです。強頭が1億回を超えさらに多くの人に届くその日まで彼らとファンの絆はますます深まり続けることでしょう。そして彼らの音楽がこれからも人々に愛され励まされ力を与える存在であり続けることを願っています。